ごめん、もう一回。今、俺がこっち触る前にもう1、2ってなってたから。待ってよ、いいよ、もう。はい。はい。3、2。FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラ城のお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聴いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を、夏実さん、メンヘラ103@gmail.com、 マジでメンヘラ数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。うん、はい、本日、収録日が7月10日の月曜日。はい、7月10日の月曜日、はい、うん、第42回の収録となっております。はい、はい、放送日の方が7月の17日1週間後の月曜日となっておりまして、はい、はい、本日もまあ1週間前の収録ですけれども、はい、収録は放送の1週間前ですけれども、1週間前ですけれども、ツイキャスもやりながら、うん、はい、やっていこうと思いますが、はい、ツイキャスもやっております。はい、本日も沖縄地方は天気が良くて、うん、内地の方でね、ちょっと九州とかあの辺りが今ね、大雨でちょっと大変なことになってるみたいですけど、うん、そう、なんかすごいことになってるみたい。川が氾濫したりとか、うん、そうそう、なんかもう毎年のようにね、土砂崩れ、この時期になるとちょっと大雨が絡んで、うん、うん、内地の方では大変なことになってるみたいですけれども、うん、うん、皆さん気をつけてください。山がね、あるからね、山川が、そうそうそう、うん、山ね、水含むからね、そうそうそう、含んじゃうからね、それそこに大雨降ったらジャーってなっちゃう時があるんだよね、うんうん、夏実さんのね、妹さんが住まわれてる山口県の方もね、うん、山口の方は先週ぐらいだったかな、うん、結構大雨降ったみたい、結構雨降ったみたい、うん、まあラジオをねお聞きの皆さんの中には沖縄県外の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、まあそういったね災害情報とか、うん、天気の状況とか、しっかりニュース等でご確認の上ね、うん、まず第一に命を守る行動をね、うん、ぜひ取っていただければと思います、うん、うんうんうん、くれぐれも気をつけてください。そうですね、はい、うん、まあ、沖縄の方はね、もうこの週間予報でもカラッと晴れた日が続くんですけども、ちょっと暑さがね大変だったね。なんか今日外の温度見たら37度とかだって。暑かった、うん、今日、まあ、暑さにも負けず今日も、短いお時間ですが、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、うん、時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしております。ツイキャスもやっておりますので、ポン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 上げてください。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではメッセージの紹介の前にツイキャス来てますよ。あ、本当。はい、うん、じゃあ読んでいただきます。サッチーさん、はい、こんにちは、暑いですね、こんばんみー。おー、こんばんみー。沖縄大好きさん、こんばんは、間に合った。あー、よかった、ありがとうございます。ヘクチって言ってる。寒いところおるんかな。沖縄大好きさん。はい、サッチーさん、ありがとうございます。まあ、今日はね、メンヘラトークとして、まあ、テーマを、はい、発表したいと思うんですけども、うん、まあ、テーマ、感謝。感謝。はい、ありがとうとかね、感謝の。うん、
んですけれども、うん、まあ、なぜ今日のトークテーマが感謝なのかをちょっと軽く説明させていただきますと、はい、まあ、なんとなんと放送日の7月17日7月17日月曜日、まあ、うん、本放送を聞いてるとまさに今日がね、はい、夏美さんの誕生日、おー、誕生日おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、ということでね、誕生日を迎えて夏美さんはおいくつになりますか？39歳です。39歳、サンキューというわけでね、はい、はい、ありがとうということで、サンキュー、ね、ありがとう。まあ、夏美さんはね、これまでいろんなたくさんね、辛いこととかもあったでしょうけど、うん、まあ、ここまで生きててくれてありがとうという意味も込めて、はい、トークテーマを感謝とさせていただきました。はい、はい、では、本日もいくつかメッセージいただいておりますので、はい、ちょっと読ませていただきます。いただいてください。はいはい、メンヘラネームハトさんより。ハトさん、ありがとう。ケンタさん、夏美さん、こんばんは。こんばんは。お元気ですか？はい。今回のトークテーマ感謝ですが、僕が思う感謝は、人との関わりです。人間として生きている以上、たくさんの人に助けてもらって今日生きてるなって感じます。直接関わってくれる人たち、生活するために必要な水道、ガス、電気を整備して維持してくれてる人たち、食べ物を作ってくれる人たち、それを加工して販売してくれる人たち、他にも数えきれないくらいいろいろな人たちが僕の生活を支えてくれてると思います。いつも一人ぼっちだなって感じることが多いのですが、ふと考えるといろんな人の助けがあってこの生活ができてるって感じると心がほんわかしてきますとのことです。うん、そうだね、うん、マジで感謝。そうだね、ちょっとつながり、うんうん、直接的に関わってる人だけじゃなくて、うん、まあ今ね、こうやって電気がついてるのも、クーラーを、うん、がついた涼しい部屋でこうやってラジオ収録できるのも、クーラーがついてる人、そうそう、沖縄だったらね、とっても感謝したい。夏美は沖伝のね、人たちでしょうから、うんうん、直接お会いしたことはないけれども、うん、こうやってね、何不自由なくというか、うん、まあ、人間として当たり前のね、明かりのある生活を送れてることはね、常に感謝して僕らも生きていきたいですね。はい、うん、はい、続きまして、メンヘラネーム夢をつかぽんさんより。はい、つかぽんさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、感謝、いい言葉ですね、うん、自分はスーパーやコンビニの店員さんなどにレジを通すとき、うん、お願いします、ありがとうございますは言うように心がけています、うん、すると帰り際に店員さんからありったけの笑顔でありがとうございますをもらえるときがあるんです、うん、それをもらって自分は今日も一日頑張ろうってなりますとのことです。ああ、そうね、大事ね、これね。そうね、大事ね。私も言うようにしてるよ、うんうん、絶対感謝はできるだけ口にした方がいいと俺も思ってるんだけど、うん、1.5% つい最近ね、あの、うん、なんかネットのニュースかだか SNS だかで見たんだけどさ、うん、なんか自分の彼女がさ、うん、店員さんに、うん、コンビニの店員さんだったり、うん、それこそつかぽんさんみたいに、うん、ありがとうございますっていうのが信じられないみたいなさ、彼氏さんの投稿があって、え、なんで、お店、まあ、それこそ食事取るお店でさ、うん、ごちそうさまでしたって言って帰り際出ていくのとかさ、うん、こっちが、お金払ってるんだからわざわざそんなこと言うのはおかしいと思いますけど皆さんどう思いますかみたいなさ、ないわ。なんかこいつ俺もこの男のこのさ投稿みたいなの見てからさ、お前は一回ちょっと接客業をしろと、あと彼女さんは今すぐ逃げてくれと、そいつにこそもうありがとうさようならでいいんじゃないかなと。あ、それいいね、本当だね。そう、まあでも大事よね。僕はね、少なくとも接客業しててさ、うん、お礼言われて、うん、嫌な思いしたことないし、うん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 、まあでも人それぞれかもしれんけどね、できるだけね、うん、誰かの、そうそうそう、感謝の言葉伝えていった方がいいと僕は思いますね、うん、はい、では続きまして、はい、メンヘラネーム沖縄大好きさんより、うん、沖縄大好きさん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。メールで来てたやつだね。そうそうそう、うん、夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、うん、メッセージテーマ満車ではなく感謝
感謝エピソードですか。はい、山のように谷のように波のように首里城のようにたくさんありますが、首里城のようにはちょっとよくわからないメンヘラ城に初メールした時にもお話ししましたが、僕は6年前にリスナードルオタの人からツイッターで誹謗中傷を受けました。職場に乗り込んでやるとか、社会的にピーしてやるとか、ラジオでは言えないようなことも言われました。そのせいでメンタルがやられて病んだ上に、FM 宜野湾や他のラジオ局に足を運ぶのも外へ出るのも怖く、トラウマを植え付けられました。それだけでなく、他のラジオリスナーさんたちを侮辱するような発言を直に言われました。さらに僕の後にも他のリスナーさんや仲間やパーソナリティさんたちに対する誹謗中傷も見られました。そんな僕ですが、心の支えになったものがあります。それはラブライブシリーズというアニメ 作品、特に心の支えになってくれたのがラブライブサンシャインのスクールアイドルアクア。彼女たちの歌を聴いたり、声優さんによる生配信、アニメの本編など彼女たちの頑張る姿を見て、僕は元気をもらい、曇っていた心が少しずつ晴れるようになりました。実は今もトラウマは完全に克服されていません。それに似た出来事も最近あり、トラウマが再発したこともですが、僕はラブライブに出会ったことですごく救われました。彼女たちに恩返しがしたくて、ライブビューイングや映画、時には現地のライブに参加して応援に駆けつけるようになりました。最近は忙しくて応援も可能な範囲ですが、今も大好きな作品で僕の心の支えです。でね、あのメールいただいたんだけど、沖縄大好きさんから、なんかそのアクアのキャラクターの写真と演じている声優さんの写真を添付しますということで、写真も添付していただいて。何人組何人組？アクアはね、3年生3人、2年生3人、1年生3人で一応9人だったはず。俺もね、ラブライブシリーズは見てたのよ。サンシャインまでしかまだ見られてないんだけどね。面白い。面白いんだ。面白い。へえ、私はね、髪の毛が茶色い子が好みかな。茶色い子、この子、この子、あ、奇遇だね。ケンタさんもこの子が好きなの。あ、そうなの。キャラとしてね、この子はね、黄色キャラに弱い。国木田花丸ちゃんって言うんだけど、え、可愛いね。実家が寺でね、なんかちょっとなんていうのかな、文明の利器で作られたコンピューターとか、なんかそういうちょっとハイテクなものにさ、疎くて、そういうのを見ると未来ズラーっていう、未来ズラーっていうの。そうそうそう、静岡弁の訛りとかでね。あ、そうなんだ。そうそうそう、可愛らしいキャラクター で、で声優さんの写真ということで、あ、すごい、はい、ありまして、声優さんだったら顔だけで言ったら俺斉藤しかちゃんかな。え、ちょっと待って、ちょっと嫁の前で言うかね。待って待って待って、でも ね、はい、みんな可愛いじゃん。みんなね、生産ね、可愛い子多くなったね。てかね、女の子って可愛いよね。女の子可愛いね。女の子可愛いね。ツイキャス来てますよ。はい。あの、どれから読めばいいですか？新しい。初めから読んでいいですか？どうぞどうぞ。サッチーさん。はい。え、同じ年？サッチーは9月生まれだからまだ38歳だけどって。同じ年なんだ、サッチーさん。あ、本当だ、同い年だ。私39歳にもうすぐなるよ。あんよが上手、あんよが上手っていう感じでね。そうそう、もう同級生じゃん俺たち、そうだね。待ってよ待ってよ、ケンタさんもラブライバーって沖縄大好きさん来てるし。ラブライバーとまではいかないですけど好きですよ、好きなんだね。それこそアクアの、ね、アニメが好きだからね。そうそう、ケンタさん、ね、アクアのサンシャインのオープニング好きだった。2期のオープニングだったかな。2期、なんかだから今日ラブライブのね曲流そうかなとも思ったんだけどね、それは次回にしようかなと。これはリク・クー、リク・カイ・クーさん、お二人さんこんばんみー。あ、こんばんみー、こんばんみー。やった、僕は髪金です。茶色っぽい髪が好きだからっていうことかな。かな。沖縄大好きさん、ずら丸いですよね。あの子すべてが可愛い、バシ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 。そうそうそう、可愛いな。僕はリーダーの、あ、ちかちゃんもいいよね。高見ちかちゃんと黒沢姉妹が推しですって。あ、そうなんだ。
好きな気持ちを持てば誰でもラブライバー、ラブライバーになれます。大好きなのは好きな気持ち。そうそうそう、俺ね、そう言ってくれ、そう言ってくれると嬉しいよ。あのね、ラブライブもね、あのそれこそシリーズがあってからさ、うん、まあ、ラブライブから始まって、ラブライブサンシャイン、ラブライブスクールアイドル同好会かな、うん、で今その3つぐらいあるんだけど、3つ4つぐらい、うん、シリーズとしてね、うん、あるんだけど、なんかねやっぱり一番最初にやってたラブライブが至高だっていう人が多くて、至高って何、あの最も優れてる、だからラブライブサンシャインをすごくバカにするというか、うん、こんなものはあのラブライブと認めないみたいなさ、え、なんでみんな仲良くするからね、そうそうそう、一定の輩がいてからさ、うん、そういうのはねもうちょっと良くないよね、うん、みんなが ね、みんなみんなでその子たちの成長を見守っていく感じでしょ、多分。そうそうそう、そうそうなのよ。で、ね、ラブライブは見てなくても、ラブライブサンシャインから入りましたって人をなんか差別したりさ、にわかがとかさ、あーもうそういうの良くないな、あのラそう、まあ、そういうね人を省くみたいなのが、うん、そういう人に出会った時はこう言ってあげましょう、はい、そういうとこやぞってそうだね、本当にそういうとこやぞって言ってあげましょう、本当に感謝の気持ちを持ってね、よく来ていただいたと、ラブライブ、うん、俺の好きな作品に、うん、よかったら一期からも見てよ、一期もすごくよかったからとかさ、うんうんうん、そういうね、なんか思いやりの気持ちをね、うん、みんな持ってほしいよね、うん、そうだよね、うんうん、でやっぱお店とかさ、なっちゃんもそうだけどさ、うん、お店とか洋服とかさ、うん、潰れてほしくないとか、自分が好きなもので、うん、もうどんどん頑張ってほしいっていうものにはどんどん貢ぎましょう、うんうん、そうだねやばいね、あず批判してる連中を見つけて、僕らは、あ、僕はそんな連中に負けないくらい応援しまくってますって、沖縄大好きさん、素晴らしい、素晴らしい、うん、いいと思いますはい、では、ここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います、はい、先ほど言ったようにね、アクアの曲も、流そうかなと思ったけど、アクアの曲は今度撮っておこうかな、うんうん、今日は、うん、今日紹介しますのはビッグママの、うん、ジェフェリー・キャンベルのスケートシューズでという曲を、はい、ぜひお聴きください。はい。はい。待って。沖縄大好きさんがアクアの曲をよっしゃって言って、今度流れるの楽しみにしてます。ああ今度流すらしいよ。そうそう、沖縄大好きさん。流せます。俺も好きだから、うん、アクアの曲も好きだし、うん、最初のラブライブの方、うん、あれミューズか、ミューズの方の曲も好きです、うん、そうなんだ、うん、なんか好きがあるって楽しいよね、多分ね、うんうん、面白い面白いリク・カイ・クー、リク・カイ・クーさん、うん、サッチーとリク・カイ・クー夫婦と同じ髪型だね、誰がキジムナーよキジムナーみたいになってる、キジムナーみたいになってる、うん、そっか、そうだよね、リクカイクーさんはね、サッチーさんの旦那さんなんだねリクカイクーさんはサッチーさんと同い年なのかな、あー、どうなんだろう、うん、サッチーさんと同い年だったらね、4人とも同い年になる、うん、そうね、みんな同い年だね、うんうん、ミューズは原点にして頂点、そう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 。すごいいいんだな、いいんだな、そう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 、ミューズではね、ちなみにミューズ、矢沢ニコがやっぱ好きだった、矢沢ニコちゃん、ニコちゃん、ニコちゃん好きだったよ、ニコちゃん、ニコちゃんって言ったらニコちゃんいいじゃない名前かわいいじゃないニッコニッコニーって言うの、可愛らしくて、あ、じゃあ夏美さんのね感謝のエピソードも聞いておこうか、なんかあったら、夏美さんの感謝のエピソードは、うん、誕生日を迎えて、夏美さんは何に感謝を、誕生日を迎えて、うん、うん、夏美はなんか、うん、今頭がお花畑なんですよ、てかずっとそうなんだけど、うん、頭がお花畑で、うん、私を育ててくれたお父さんとお母さんにも感謝はいっぱいしたいんだけど、うん、してるんだけど、うん、なんかね、ケンタさんをね、うん、産んでくれたね、お母さんとお父さんに感謝したい
まあ、産んだのは母で父は産んでないんだけど、産んで育ててくれたのは父親、産んで育ててくれたが正しいから、うん、まあ、感謝したい。そう言ってもらえるとあの嬉しいですよ僕も、はい、変なね、まあ、ギャンブル依存症の人に育ってしまいましたけども、はい、まあこれから恩返しできるようにね、僕も両親には感謝を忘れずに、ね、そうだね、うん、していこう、お互いにね、うん、はい、お互いに、はい、やっていきましょうか、うん、はい、ではあのちょっと終わろうかな、うん、はい、はい、お聴きいただいてますのはビッグママでジェフェリー・キャンベルのスケートシューズでという曲でした、うん、はい、こちらはですね、ビッグママの10枚目のシングルの表題曲で、うん、クリスマスよりもお正月よりも、うん、七夕よりもバレンタインデーよりも、うん、あなたが生まれた誕生日こそが1年で一番愛すべき日なんだよという意味が込められて作られたバースデーソングだそうです、うん、はい、でこれねすごく素敵なミュージックビデオがあったんだけど、うん、なぜかね、うん、ビッグママの公式 YouTube から削除されてて、うん、えってなって、なんでって、なんでってなるね、マジで理由がわからんのよ。でその MV ではね、歌詞が、うん、この曲の歌詞自体が基本英語なんだけど、うん、和訳も英語で、MV では載ってて、ミュージックビデオでは、うん、その和訳された歌詞がとても素敵で、うん、はい、すごく好きだったんですけど、そうなんだ、はい、見たかった。あ、でも、ね、カラオケとかではないかな。カラオケって方もないんだよね。え、ないの？そうなんだ。ないんだよ。それがちょっと残念。はい、そうなんだ、うん、まあなんていうのかな、ぜひ聴いていただきたい曲でもあるんで、はい、はい、皆さんもよかったら、はい、どうぞお聴きください、はい、って感じですね。で、夏美さんの感謝のエピソードはちょっと YouTube で聴けますので、はい、はい、ぜひそちらの方でもお聴きください、はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、はい、エンディング、エンディング、あっという間の30分になりますが、30分26分ぐらいか、26分ぐらいか、はい、はい、ツイキャスの方はどうでしょうか。ツイキャスはですね、はい、さっきのサッチーさん、はい、サッチと旦那の陸海空は7歳違い、旦那の方が上ですよって、で、沖縄大好きさんは肝心なことを忘れてました、うん、ミューズとアライズは原点にして頂点、アライズも、あ、まあね、アライズ、うん、そうだそうだ、そうです、そうです、そうなんですね、ミューズとアライズ、うんうんうん、あの夏美は初めて聞くからな、新鮮だな、なんかミューズで、まあ、スクールアイドルっていうね、各高校で女子が活動する学校で、うん、スクールアイドルがなんていうのかな、全国大会とかやるんだけど、うん、各学校の、うん、アライズは確か、まあ、ライバルみたいな感じだったかな、他校のね、へ、うん、それも何ていうのか、すごく優秀な、うんうん、みんなの憧れというかね、うんうん、そこにミューズが挑んでいくみたいな物語ではあったはず、うん、そうなんだ。で大体ね、学校がねちょっと閉校の危機にさらされてて、それを止めるためにスクールアイドルとして自分たちが活躍することで、うん、生徒を呼び込もうっていうね、廃校を免れようみたいな、学校を救えみたいな、そうそうそう、そういうところが、確かね、僕の記憶が確かなら、スタートだったと思います。合ってますか？広く浅い知識。広く浅い知識ですけど、沖縄大好きさんどうですかね？沖縄大好きさん、なんか沖縄大好きさんとても喜んでるよ。よし、これは健太さんに今度おすすめなアクアズの曲を番組でシェアしたいっす。あ、もうぜひぜひ。うん、なんかな、何かね流してほしい曲とかあったらね、俺アクアの曲はもう大体持ってるから。うんうんうん、好きみたい、そうそう、パソコンに、入ってますんでよかったよかった、仲良くしてあげて、なんかリクエストとかあればもう、あ、もうサッチーさんとかもね、なんかリクエスト曲とかあったり、うん、それこそね、僕らが話してほしいテーマとか、うん、メンヘラ夫婦なので、なんかちょっとメンタル的なことでも、うん、何でも聞きたいことでも、うん、聞きたいことがあれば、こういうテーマについて話してほしいとか、うん、はい、もうメッセージいただければ、ツイッターでもね、
メールアドレス宛てでも構いませんし、うんうん、あの YouTube とかねラジオの本放送をお聞きの方も、うん、なんかねこの夫婦メンヘラ夫婦にちょっと話してほしいテーマであったり、うんまあ、聞いてみたいことであったり、うんはい、何かあったらもう全然、遠慮なく、 はい、お聞きしてください、うん、基本お聞きじゃないわいいよいいよ基本 NG はないんで、うん、しゃべ、まあ、しゃべれる範囲にはなってくるんだけどね、ラジオ公共の電波だからね、そうね、うん、どんどんメッセージとかくれると嬉しいですね、嬉しいです、ありがとうございます、はいうん、ではお誕生日を迎えた夏美さん39歳の抱負を最後に、39の抱負、うん、今年はまたいろいろ動きそうな年ですけれども、なんだろう、漫画本を出す、そうね漫画本をね出せたら一番いいね、漫画本を出す2回言ったそうね、うん、なんかまあもしかしたらねここで、うん、何かあった時は告知もできると思うんで、そうこうやって本を持ってどうやってできるかもしれない、はい、ぜひチェックの方お願いいたします、はい、はい、では本日のメンヘラジオはここいらでお開き、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい沖縄大好きさん。うん、よっしゃ、うおー、夏美さんもラブライブの世界へぜひ。そうね、僕は歓迎しますって、夏美さんも可愛い女の子好きだから、じゃあ見せないといけないね、そうだね、うん、まずはねちょっと映像が、映像がより綺麗になった、あでもラブライブ、ラブライブ見直したいな俺、見直したい一期から見直したい、スクールアイドル同好会も見たいんだよな、なんか見たいアニメがいっぱいあるらしいですよ、そうそう、入院中にねなかなか見れなかったからさ、うん、その後もね家出したりとかもしてたからメンヘラ的理由でちょっとね家出してた人がいるアニメをね見れてない時期があったからさ、そうらしいよ、うん、その後も何かと忙しくて、うん、家出したり家出したり家出したりとかね家出したりパチンコ行ったりパチンコ行ったり野宿したり家出したりそうそう、危うくホームレスよ危うくでは皆さん今日もありがとうございました。